皆さんこんにちは。天一国の希望のニュースをお伝えする HJ グローバルニュースです。天一国安着式において勝利奉献したビジョン2020、2020年もいつの間にか半分を過ぎ7月に差し掛かりました。今週は今年の前半期の露呈を振り返り、新統一世界に向けた希望前進2027のビジョンを分かち合う特集映像とともに、誠の父母様の動静と天一国の希望あふれるニュースを集めてお伝えいたします。天と人類のための天中的カナン7年露呈を通して、天の父母様の大所の夢であり人類の願いであった天一国安着の日を宣布された誠の父母様、お体に無理をかけられながらも数十回の世界巡回を通してなされた7カ国以上の国家の復帰と7つ以上の教団復帰、ひいては大陸復帰勝利の土台の上になされた天地人誠の父母様生誕100周年及び天中聖婚60周年記念行事は、171カ国の全現職首脳約120名を中心とした7000名の各界指導者が満場をなす中で、前例のない縮小の場として繰り広げられました。その後、天の父母様の最終的な摂理完成のために第60回天の父母様の日を迎える2027年、新天中開門の日を奉献されることを宣布された誠の父母様は、第二次天一国安着のための天中的7年露呈を出発。天の父母様のもと人類が一つになることのできる組織を整備すべきだと語られ、天の父母様政界時代を切り開いてくださいました。한사람도이땅에살고있는백성들이하늘부모님을몰라서는안됩니다참부모를몰라서는안됩니다그러기때문에나는모든정계종교계재계사상계할것없이모든사람들이하나로한깃발아래모일수있는하늘부모님성회로발표합니다。これにより天の父母様政界の名でビジョン2027の勝利に向けた各県域及び教会単位の出征礼拝に臨んだ天一国指導者と祝福家庭は、天の父母様と誠の父母様の前に新統一世界安着の聖業を完遂するという誓いを捧げ、新たな7年を出発しました。2020年下半期、天の父母様政界世界平和統一家庭連合の新たな挑戦が始まります。新統一世界安着のための希望前進2027オンライン希望前進大会、UPF の6つの軸である世界平和頂上連合と世界平和国会議員連合、宗教人と経済人、学術人、言論人連合まで、各界各分野の首脳級指導者と190カ国100万世界人が共に作る新統一世界のパラダイムは、目の前に現実として近づいてきた新統一韓国時代を切り開くでしょう。コロナパンデミックが呼び寄せた封鎖と隔離の時代、時間と空間、言語と文化の境界を超越する天の父母様の誠の愛が新統一世界の時代を切り開くでしょう。万物が躍動する標準天苑の夏、誠の父母様は去る6月、2020年の残る7ヶ月を姿勢決断全力投球で勝利し、天の父母様が訳示される7年露呈にしていこうと強調される中、世界各地の宣教現場で苦労しているシックたちに真心のこもった温かい食事を分かち合われる母の心情で、誠の家庭と天一国公職者たちを招請し、特別御餐の時間を施してくださいました。ユン・ヨンホ世界本部長の司会で、
ムン・ヨナ韓国 UPF 議長の恩恵ある報告祈祷と、ムン・フンスク世界平和女性連合世界会長の勝利提起が続いた御参の場。誠の父母様との心情の因縁を深め、天に対する標準で世界を明るくしようと決意した参加者たちは、熱い覚悟と決意を込めた心情の歌を歌い、和道の時間を共に過ごしました。参加者たちの決意を感じ、喜ばれながら天の父母様のもと一家族の夢を歌われた誠の父母様。天一国指導者たちは、天の父母様の大所の願いがこの地上に永遠に繰り広げられる新統一世界のために、喜びで前進、また前進することを決意しました。これに続き、誠の父母様の大きな関心と愛の中で、標準天苑波能浄領式が行われました。HJ 天中天保修練園内に造成され、プッカンガン周辺に位置したハノンは、韓国伝統の建築様式であるハノクの建物で、地下1階地上2階123坪規模で建立される予定であり、韓国の伝統と味を通して心と体を癒すことのできる空間として造成される予定です。天の父母様聖会の名で誠なる愛の道を切り開いている天一国の宣教現場のニュースをお伝えいたします。カメルーン UPF では、相互主義強化と議会協力のためのカンファレンスがカメルーン国会で行われました。カメルーン国会副議長と上院副議長、国会議員と教授など VIP204 名が参加したカンファレンスの場。 UPF 指導者と教授など8名のパネリストの発表を傾聴した参加者たちは、戦争と葛藤、貧困の核心原因は無知と利己主義にあることを認め、全国民のための平和の価値教育の必要性について話し合うなど、この日の連帯を通して国会議員40名が世界平和国会議員連合の正会員登録を終えました。今後 UPF は、新アフリカで新今後をなそうという主題で平和大使教育を行いました。紛争と葛藤を和合と平和に変えてこられた誠の父母様の平和ビジョンと、実践に感化された国会議員と経済人、宗教指導者、警察公務員など約30名の平和大使たちは、 UPF の主人たる姿勢で各分野の実践活動に積極的に同参していくことを決意しました。これとともに、今後世界平和女性連合は保健部とともに新型コロナウイルス感染症克服のための災害支援活動を繰り広げました。母の心情で水やマスクを支援し、重度患者のための献血運動を繰り広げた今後女性連合の活動は、国営放送を通じて報道され、地域社会に善なる影響力を伝播しました。マレーシア UPF は、地方政府と平和大使委員会との協力を通して、コロナ克服のための18の光のサークル奉仕プロジェクトを稼働し、災害支援活動に拍車をかけています。コロナ事態のために生活保護受給が難しくなった社会的弱者のための募金キャンペーンを行うなど、1097家庭に食料品と衛生用品を伝達したマレーシア UPF は、各地方政府とのパートナーシップを締結し、ネットワークを拡張し、誠の愛の実践運動を拡散しています。新アジア太平洋圏域オセアニア UPF は、世界平和宗教人連合ウェブセミナーを行いました。ネパールとタイ、オーストラリア、ニュージーランド、フィジーを含めた9カ国から参加した仏教、イスラム教、キリスト教、ヒンズー教の代表者76名は、コロナ危機に対する道徳的観点と霊的観点からの分析を共有することで、利己主義を捨て隣人のための愛の実践の場を切り開いていこうと意見を集めました。
韓国キリスト教教職者協議会 KCLC 主幹、世界平和と新統一韓国のための超宗教木曜祈祷会が政府の防疫指針を遵守する中で行われました。コロナ事態により世界的な混乱を迎えた現在、天の前により懇切な賛美と涙の祈祷を捧げられることに感謝した約20名の超宗教聖職者たちは、神様の権能と聖霊の役事により治癒され、復興する新統一世界のために懇切なる祈祷を捧げました。中央アフリカ世界平和青年学生連合は、新統一世界に向けた青年指導者オンライン会議を行いました。ビジョン2027勝利のための7年の戦略計画を共有した参加者たちは、ヒョジョン人格教育とピースデザイナープロジェクト、奉仕プロジェクトの活性化により、地域社会の青年学生基盤復帰のために喜びで前進することを決意しました。天地人誠の父母様主幹、天一国特別巡回開始ワークショップが HJ 天中天保修練園で行われました。コロナ事態により国家間の移動が不自由となり、非対面活動が不可避なこの時、誠の父母様が準備してくださったインターネット放送基盤を確認した天一国特別世界巡回使たちは、映像講義を通したオンライン世界巡回に希望を抱き、オンライン世界巡回を準備する尊い出発の時間を共にしました。誠のお母様の自叙伝出版記念式が、新チョンラ国ヨスで女性指導者334名が集う中で開催されました。新韓国四地区の世界平和女性連合が主幹し、四地区家庭連合の講演のもと開かれた記念式の場、国会議員の祝電代読の後、記念の辞を伝えたムンフンスク女性連合世界会長は、各自の人生の領域で平和の母となる女性指導者となることを強調しました。自叙伝朗読と新潮文化あふれる講演ステージを鑑賞した女性指導者たちは、新統一韓国安着と平和世界具現のために献身してこられた誠のお母様の生涯を保南県全域に明かししようという決意を固めました。アジア太平洋圏域では第10回父母マッチング交流会が行われました。オンラインで行われ、アジア太平洋圏域の10カ国のみならず、韓国と日本、アメリカ、カナダ、ブラジル、コンゴ共和国等全20カ国約250名の父母が参加した交流の場、144名の候補者の紹介を傾聴した参加者たちは、時間と空間を超越した交流の場で祝福結婚の伝統相続の希望を見出しました。誠のお母様は、コロナ事態で困難を抱えているアフリカ圏域のシックたちのために50万ドルを支援してくださる中、約1万人の感染者が発生したコートジボワールでは、祝福家庭皆にお米と食用油が支援されました。全国の16教会で分かち合いの時間を共にした祝福家庭のシックたちは、誠の愛を証しする希望の実態となることを決意しました。悠久なる人類歴史の中で立ちはだかってきた壁を取り払う唯一の鍵は、天の父母様と誠の父母様が相続してくださった誠の愛であることを振り返り、コロナ事態による封鎖と隔離の時代を誠の愛の実践で溶かしていく世界の祝福家庭の皆様になられるよう祈ります。それではまた来週お会いしましょう。